母子家庭の貧乏嫁はいらん。結婚式は中止にしなさい。言いがかりをつけるのはやめてください。私の言葉も聞かないで、義母は参列者たちに私が貧乏嫁だと言いふらす。一生に一度の晴れ舞台が義母のせいでぐちゃぐちゃだ。絶対に許さない。結婚式を台無しにしたこと一生後悔させてやる。私の名前は綾子。都内のオフィスに勤める29歳。毎日せわしなく働き、周囲から仕事人間だなんて言われてる私には婚約者がいる。雄一、こっちの荷物よろしく。わかった、ちょっと待って。社内恋愛を経て婚約へと踏み出した雄太は朗らかな人で、同じ部署の女の子にもかっこいいと言われるような、まさに高嶺の花のような人物だ。平凡な私と雄太がこうして惹かれ合うことができたのは、とあるプロジェクトが発足した頃のことだった。私にとってそれは初めてのリーダーを任されたものだったのだが、勝手のわからない私に雄太は優しく指導してくれたのだ。早子ってすごく真面目だね。そういうところいいと思うな。雄太にそうして褒められるたび、私は雄太に惹かれていった。そんな雄太も私に特別な思いを持ってくれていたらしく、交際に踏み切ることになったのだ。交際していくうちに、これからも雄太を支えられる人でいたいと思うようになっていた頃、雄太にプロポーズされた。渡された指輪を喜んで受け取ったことはよく覚えている。それから毎日結婚に向けての準備を進めていた。結婚の挨拶のために義実家との顔合わせをした日、優しく受け入れられ、雄太のことをよろしくなとか、素敵なお嫁さんをもらえてよかったとか、義実家への宴請もよかったようで安心した。後日両家の顔合わせをしようと日程を決めて、仕事で忙しい母の都合に合わせてもらい、とある料亭に集まる。ところで綾子さんのお父様は？ああ、うちは母子家庭なんです。父が早くに亡くなってしまって。母子家庭、その言葉を聞いた途端、義母が顔をしかめた気がした。何か不都合でも？首をかしげる私に義母は、いいえ大丈夫よと笑う。片親というものは悪い印象を持たれがちだ。母は優しく私を女で一つで育ててくれました。父がいない分大変だったと思います。それでも愛情不足を感じたこともありません。母は私にとって立派な人です。母がどれだけ素晴らしい人か理解してもらいたくて熱が入ってしまった。我に返って周りを見回すと、母が優しく笑って、ありがとう綾子と頭を撫でてくれた。母が笑ってくれると私も安心する。だって母はいつだって私の太陽だったのだから。けれどその場の雰囲気はあまり良くなかった。前途多難だと思っていたものの、結婚式の準備も無事に終わった。大きな式場に綺麗なドレス、私がこれから身を包むことになるそれをうっとりと見つめながら式が始まるのを待つ。すると廊下が騒がしいことに気づいた。慌てて部屋を飛び出して様子を見に行くと、義母が大きな声を上げて騒いでいる。ここの嫁は財産目当てで結婚するのよ。親子ともども金にがめついなんて最低。息子を返してちょうだい。早く出てきなさい。その顔を殴らせなさいよ。あまりに必死な形相に参列者たちも驚いて義母から距離を取っている。スタッフが私の姿を見つけてどうしたらいいのかと指示を待っていた。それを手で制して義母のもとへ向かう。お母さん、どうかしたんですか？どうやら義母は酒に酔っているらしく、私を視界に捉えると
焦点の合わない目で見つめてきた。お酒に酔っているんですか？気分が悪いなら一度休んだ方が。足取りのおぼつかない義母を支えようと手を伸ばすと、彼女が持っていたグラスの中身をかけられた。母子家庭の貧乏嫁はいらないわ。ユータがかわいそうでしょ。式を取りやめなさい。ひどい言いようだ。母子家庭をなじった上に貧乏嫁と決めつけるなんて。それに式の準備はもうすべて終わって、これから式をするところなのに。お言葉ですが、母は資産家で。何よりも母をバカにされたことに腹が立って、今まで隠していたことを伝えようとする。すると頬に熱い痛みが走った。嘘つくんじゃない！頬に走った痛みに耐えきれず、その場にうずくまると、義母はそんな私を見下してひどい言葉を浴びせてくる。結婚の挨拶に行った時は温厚で優しそうな人だと思った。母子家庭であろうとそれを認めてもらえると期待した。優しくて柔らかで、この人が第二の母になったらいいななんて考えもして。けれど私にとって誰よりも大切なのは、私を産んで育ててくれた母だ。母子家庭だろうと関係なしに、一人で自分の手で私のことを育ててくれた。そんな母を侮辱されることだけは許せない。今日という晴れ舞台のためにたくさん準備をした。式場の手配、ドレス選び、料理の注文、かけられたお酒だってそこそこの値が張るものだ。許せない。一生に一度の晴れ舞台を台無しにされたこと、私の大切な人をバカにされたこと、絶対に私はこの人を許さない。徹底的に復讐してやる。彩子さん、どうしたんだい、この騒ぎは。義母への怒りに震えていると聞き慣れた声で語りかけられる。顔を上げればそこには初老の男性。彼は有名な大手外食チェーンの社長だ。彼が開業した洋食店は瞬く間に有名になり、今では彼は営業する時間よりもテレビに出る時間の方が長いほどだと聞いた。そんな彼の後ろからまた一人若い男性が顔を出す。ああ、頬が腫れているじゃないか。すぐに冷やさないと。彼は若いながらも名医として有名な医者で、最近になって難病の新たな治療法を生み出した人物だ。打たれたせいで赤く腫れた頬を見るなり、すぐにスタッフに氷尿を用意させて当ててくれた。彼らから氷尿を受け取りつつ顔を上げる。さすがに連日テレビに引っ張りだこな二人を見て、母が資産家であるという言葉が本当だと分かったのだろう。あ、彩子さん大丈夫？立てるかしら。まるで先ほどのことをなかったことにするかのように手を差し伸べられる。私はその手を思いっきり振り払った。私は母子家庭の貧乏人なのでしょう。そんなものに触れてしまったらお母さんの手が汚れてしまいますよ。私の冷たい態度に、やってしまったと言わんばかりの顔をする義母。正直もう取り返しがつかないところに来ているというのに、それでも私の機嫌を伺って全て白紙に戻そうとするずうずうしさに笑えてしまった。お母さん、申し訳ないですが、今日はもうお引き取りいただけますか？何を言ってるのよ。可愛い息子の結婚式よ、参列しないわけが。ですが、母子家庭の貧乏嫁との結婚式を見て、お母さんが平常心を保てるとはとても思えませんが。母子家庭の貧乏嫁のあたりで声を張り上げて会場中に響くようにすると、誰かがふっと吹き出す。それにつられて会場中に義母を嘲笑う声が響き始めた。自分のやらかしてしまったこと、大勢の人に笑われる周知に顔を真っ赤にする義母。わ、悪かったわ。本当はそんなこと思ってはいなかったの。お願い、もう許してちょうだい。綺麗なドレスで着飾ってきたのに、
その場に膝をついて私にすがりついてくる。あまりに滑稽で私まで吹き出してしまいそうだけど、まだこの人には痛い目を見てもらいたくて耐える。すると後ろからまた声が聞こえた。ひどい騒ぎね、何事？ああ、お母さん。いつの間にか母が後ろに立っていたのだ。笑顔で振り向く私を見て、母はよくやったわねと声をかけてくれた。そして今度は母が前に出た。母子家庭が貧乏人というのはどうしてですか？母はにっこりと笑って義母に問いかけた。けれどその笑みはどこか圧迫感を覚えるもの。私が義母の位置に立っていたなら、怖くて息が止まってしまうほどの笑み。いえ、そんなことは。でもうちは母子家庭だから貧乏だと先ほど大声で叫んでいたようですが。ですから、あれは酔っ払っていて。あら、でしたら先ほどのは本音だったのですね。母の鋭い言葉、とてもじゃないけれど義母のような人には耐えられないのか、わなわなと震えて腰が抜けてしまっているようだ。もう話にならなさそうな義母を蔑むように見下して母は言い放った。母子家庭についてどのような意見を持っていようと、それは個人の自由かと思います。ですがそれが人を傷つけていい理由にはなりません。私の娘にお酒をかけて、その上殴ってもいい理由になんてなりません。出て行ってください。娘には私の指示でこのように豪華な式を挙げるように言いましたが、ここはあなたには不似合いです。あなたのように人に寄り添えない人間はこの場にいりません。言いたいことを言い終えればすっきりしたと息を吐く母。誰もが納得できるような言葉を吐き捨てた母に会場中の人が拍手をする。さすがだ、資産家の言うことは違う。彼女についていてよかったよ。今度我が社で講演をしてもらおう。若い者の根性を鍛え直していただかねば。そんな声が口々に上がる。母はまた忙しくなりそうだ。ホテル前に頼んで義母を外へつまみ出してもらう。私は一仕事を得た様子の母の隣に立つ。お母さん、さすがだね。ずっとずっとかっこいいまま。私にとって世界一のお母さん。たとえ母子家庭だとしても、たとえ父親がいないとしても、それでもこんなに素敵な母のもとに生まれることができて、私は世界で一番の幸せ者だ。あんな騒ぎがあったものだから、結婚式はそのまま中止になった。ユータからはひたすら頭を下げられたけれど、正直あの義母と家族になるのは無理だ。ユータには深く謝罪をして、今回の婚約は破談にさせてもらった。義母のした仕打ちを知ればユータももう強くは出られないようで、深く深く謝罪をされて、ユータとは縁を切った。けれど義母はそうもいかなかったようで。綾子さん、あの日のことを謝るから、お願いユータと結婚してあげてちょうだい。あれから何度も何度も義母がうちに訪ねてくる。あまりにしつこいから引っ越しをすると、今度はどこから手に入れたか携帯に連絡。あの日のことを謝るからとか、あなたの魅力に気づいたとか、どこからどう見ても嘘だろうなという言葉を並べて必死に許しを請う様子はちょっと笑ってしまう。まあすぐに着拒したんだけどね。その後式は中止になったとはいえ、式の費用が全てチャラになるわけではない。けれど当然今回の式が中止になったのは向こうに非があるわけだしと、費用は向こうに持ってもらうことに。本当は母にも援助をしてもらうつもりだったから、式はそれなりに豪華なものになる予定だった。
だからもちろん式台も跳ね上がった。とても一般家庭で暮らす人がほいっと出せる額じゃない。でもしょうがないよね。式を台無しにしたのは向こうだし。それに追い打ちをかけるように慰謝料も請求させてもらった。だって私、ひどい言葉でなじられて、その上お酒をかけられて頬を打たれたんだから。ボイスレコーダーを持っていたわけじゃなかったけど、あの場にいた全員が証人だ。どう頑張ったって逃げることはできないだろう。結婚式の費用に上乗せされた慰謝料、その額を見てさすがにかわいそうかなと思ったけど、母を侮辱されたんだからこれくらい天罰が降りないとおかしいと納得する。支払いは大変になるだろうけど、持ち前のズーズーしさで頑張ってほしいものだ。あれから風の噂で聞いた話だけど、義母は離婚を言い渡されてしまったらしい。息子の婚約者である私にした仕打ち、あれだけ高いお金をかけて準備された式を台無しにしたこと、そして何より請求されたとんでもない額の費用と慰謝料。義父も最初は義母を助けようとしたみたいだけど、たとえ義父が生涯休みなく働いたとしても負担できない額に義母を見捨てることを決めたらしい。息子である雄太にも結婚を破談にした義母を許さないと絶縁宣言されてしまったようだ。義母はもう義実家の敷居をまたげないのだろう。聞いた話だと、ろくに働いたことのない義母はすぐに路頭に迷ってしまったらしい。今は住み込みで働ける工場にようやく就職できて、昼は工場で夜は工事現場で働いているそうだ。それなりに年を取っているのにご苦労なことだ。まあ義母一人でこれから返済するとなると、遺産を残すどころか一生働き続けることになりそうだけどね。一方私はというと、あれから母は私にお見合いの場を用意してくれた。母は母なりに式を台無しにするきっかけを作ってしまったことに罪悪感を抱いていたらしい。今回のことは母は全く悪くないし、気にしなくていいと何度も伝えたんだけど、それじゃあ気が晴れないからと、母のつてで知り合った人とお見合いをすることになったのだ。私は正直恋愛なんてもうこりごりだし、母がいればそれでよかったんだけど、母が用意してくれた会場にはあの日私に氷嚢を当ててくれた人が来ていた。そう、彼がお見合い相手なのだ。あの時は本当にびっくりしました。ゆっくりとお茶を飲みながら彼は語る。お母様がとてもしたたかな女性なのは知っていましたが、娘さんまであんな強さを持っているなんて、私も見習わなければと思ったものです。彼のまっすぐな言葉にどこか恥ずかしくなってしまう。あの、私と母ってそんなに似ていますか？母はいつだって私の太陽だった。私を大切に守ってくれるその手はどんな鎧よりも心強かった。そんな私が母に似ているなんて言われることすら初めてで、お世辞なんじゃないかと疑ってしまう。不安げに見上げる私に彼は優しく微笑んだ。ねえ、とてもそっくりです。彩子さんを見てるととても安心します。もう気を張らなくていいんだと、守ってもらってもいいんだと、そう思うことができます。少なくともあの日私はそう感じました。母とそっくり。母が私に与えてくれたように、私も人を安心させることができる。母のように私も人の鎧になれる。私はこれから大切な人を守れる人になりたい。
それは母も目の前のこの人も大切な人を安心させられる太陽になるように、これからも頑張っていきたい。